ウクライナ軍の SNS 上に、ハルキウ周辺で歩兵携帯用の対空ミサイルによって撃墜されるロシア軍機の様子が、撮影された動画が公開されて話題になっているね。SNS などではこれまでもウクライナ、ロシア領軍から戦闘機やヘリコプターが撃墜される動画や画像が投稿され公開されていたよね。この動画は撃墜される様子だけでなく、パイロットが脱出するシーンまで克明に撮影されているために注目を集めているらしいな。そうみたいだね。さて今回は、ウクライナ軍によって撃墜されるロシア軍機の動画が公開されたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍が SNS 上に投稿した動画では、ハルキウ州内の上空を低空で飛行していたロシア空軍のスホイ30戦闘機が、ウクライナ軍が発射したアメリカ製の歩兵携帯用対空ミサイル FIM-92 スティンガーと見られるミサイルで撃墜され、赤い炎に包まれながら墜落し地面に激突して大炎上する様子が映されていて、スホイ30にミサイルが命中した直後に白いパラシュートが3つ開いている様子も映っており、パイロットと搭乗員が低空からの脱出に成功したものとされているよ。ミサイルが命中したのはかなり低空であると見られているが、搭乗員2名が脱出していることから座席の射出装置が正常に作動したことが判明しているな。ロシア軍機の緊急時の座席射出装置は低空でも正常に作動すると国際的に高い評価を得ているとされているぜ。ただ、その評価が得られたのが、国際航空省などで墜落事故が多発した際の射出成功実績によるものなんでしょ？なんとも皮肉な話だよね。スホイ30はスホイ 27UB をさらに発展させた複座の多用途戦闘機マルチロール機で、1997年3月に運用開始されてから輸出タイプも含めて様々な形式があるんだけど、最終形式とされるスホイ 30SM は第4世代大プラスプラス 4.5 世代に分類されているよ。機体サイズは全長 21.94 メートル、全高 6.35 メートル、横幅 14.7 メートルで、エンジンは有床 AL31FP が2機搭載され、ドライ水力で 74.5 キロニュートン 16,754 ルブフ ×2、アフターバーナー使用時水力では 122.6 キロニュートン 27,557 ルブフ ×2 の水力を得て最大速度マッハ 2.3 を発揮し、最大兵装搭載量は 8000kg の性能を持っているんだ。このスホイ30を撃墜したとされている携帯式防空ミサイルシステム FIM-92 スティンガーは、1981年に正式採用されて以来数多くの派生型が開発されていて、80% ほどとされている命中率の高さから世界40カ国以上で採用されているよ。ミサイル本体の性能所言は、直径 7.0cm 全長 1.5m 重量 5.68kg で、発射後に前方4枚、後方4枚のフィンが転長して全幅 9.14cm となり、システムとしての重量はミサイル本体を含めて 15.66kg となっているね。発射後はマーク27固体燃料ロケットによってマッハ 2.2 で飛翔、有効射程は4000から 4800km、有効位高は3500から3800m で、誘導方式は原型である FIM-92A が赤外線ホーミング IRH、POST 型の FIM-92B と RMP 型の FIM-92C では2波超光波ホーミング IRUVH となっていて、航空機に搭載されて赤外線ホーミング誘導ミサイルを引きつけてソラスフレアや、指向性赤外線対抗装置ダイアクショナルインフレットカウンターメジャーズ DIRCM などの赤外線妨害技術への高端性 IRCCM 能力が向上しているんだって。スティンガーは携帯式防空ミサイルとして優れた性能を持っているものの、バッテリーの持続時間が短いなどの欠点があるほか、目標を目視しなければならないため携帯している歩兵が危険にさらされるなどの欠点があり、アメリカ陸軍や海兵隊のスティンガー部隊においては可搬式の ANUPS3 レーダーを配備するなどで対応しているぜ。しかしながらミサイル本体の性能への評価が高いことから、派生型の中にはそれらの弱点を克服するものとして、車載型空対空型、艦対空型などが開発されていて、日本の陸上自衛隊においても携帯式のものは91式携帯地対空誘導弾に置き換えられたものの、攻撃ヘリコプター AH-64D アパッチロングボウに装備されている空対空タイプのものは現時点でもまだ運用されているんだ。ウクライナに対するスティンガーの供与については、リトアニアとラトビアからそれぞれ供与数や型式は不明ながら、アメリカ国防総省が承認した上で、両国が保有していたものが譲渡されているほか、オランダから200機、ドイツから500機供与されているよ。また、デンマークは軍が装備していた300機分のスティンガーの部品をアメリカに譲渡することを決定し、アメリカにおいてこれらが組み立てられた上でウクライナに供与されるとして、間接的供与の形をとっているなど、
各国から1000機以上のスティンガーが供与され、さらにイタリアも供与を公表したほか、アメリカもまた具体的な数量数は非公表ながら追加供与することを公表しているみたい。ウクライナ軍におけるスティンガーによる戦果としては、5月22日にスホイ25攻撃機を撃墜したほか、多数の攻撃ヘリコプターや大型ドローンなどを撃墜しているとされているな。そして、イギリスもまたスティンガー供与国なんだけど、同国はさらに新開発のスターストリーク HVM スターストリークハイベロシティミサイルスターストリーク HVM 携帯式地対空ミサイルを提供しており、これは音速の4倍近いマッハ 3.5 で飛翔するミサイルで、現時点では世界最速の短距離地対空ミサイルとなっているよ。スターストリーク HVM について詳しく。スターストリーク HVM は飛翔速度が速いのみならず、射程距離が長いのも特徴でドローン、ヘリコプター、戦闘機などの目標に対して7000メートル離れた場所からの攻撃が可能とされていて、レーザービームを使用した半自動指令照準戦エッジセミオートマティックコマンドプーラインオブサイト SACLOS によって誘導されるんだって。スターストリーク HVM の大きな特徴は、通常の弾頭の代わりにダーツと呼ばれる小弾3発が搭載されている点で、これらはミサイル頭部に露出した状態で収納されているんだ。発射されたスターストリーク HVM はまず1段目の固体燃料ロケットモーターによって推進し、これを切り離した後、2段目 TITUS ブースターによってマッハ 3.5 まで急速に加速され、燃焼終了後に3本の小弾ダーツが放出される仕様になっているよ。ダーツは全長 396mm 直径 22mm 重量 900g で、TITUS ブースターによる推進力からの慣性によって飛翔するんだ。ダーツはタングステン合金製の玉体であるため運動エネルギー弾として有効なほか、450g の高性能作薬が収納されているため、ボフォース 40mm 機関砲弾などに相当する威力を有しているため装甲車程度の軽装甲に対抗する火力としても期待できるとされているみたい。ウクライナには戦術したようにすでに大量のスティンガーが供与されているが、このスターストリークがこの先においてゲームチェンジャーとなりうる可能性が高いとして期待されている。スターストリークが新たなゲームチェンジャーってわけだね。このほか、ウクライナ軍における携帯式防空ミサイルとしては、ロシアによる侵略が始まる以前から旧ソ連製の携帯式防空ミサイル QK38 イグラを運用していて、8月にロシアの偵察ドローンオーラン10を撃墜するなどの戦果を上げているよ。ウクライナ軍の防空網は、ロシア軍が侵略開始当初にミサイルや空爆によって破壊されたと見られていたんだけど、実際のところロシア軍は、ウクライナ軍が運用していた S-300 などの地対空ミサイルシステムの多くを破壊し損なっていたんだよね。2月24日からの20日間でロシア軍が破壊したウクライナ軍の S-300 はわずか9機であることをアメリカ国防総省やイギリス国防省が公表しており、ロシア空軍はウクライナ軍の防空網が生き残っている状況の中に航空機を飛行させたため、ウクライナ軍の発表では2月24日から9月11日までの間に、240機以上アメリカ国防総省とイギリス国防省では55機のロシア軍機が撃墜されたというよ。さらにウクライナ軍には、アメリカなど北大西洋条約機構 NATO 加盟諸国から最新の防空システムが供与されていて、アメリカからナサムスを8機、ドイツから IRISTSLM を4機、またスペインからはイタリア製のアスピーデ18機などがすでに運用訓練を終えて配備が始まっていると見られているからな。このためロシア空軍が攻撃機を使用して空爆を実施する際には、これら防空ミサイルシステムのレーダー探知を避けるために低空飛行で侵入するより他なく、その際には速度も亜音速以下となることからスティンガーやスターストリーク HMV のみならず、旧ソ連製のイグラによっても撃墜される危険にさらされ続けることになると指摘する声が多く上がっているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。